スタッビー・クラップは、カナダ連、オンタリオ州ウィンザー出身の元プロ野球選手、宇藤良だ。現在は、MLB のセントルイス・カージナルスで一類コーチを、務める。1996年の MLB ドラフト36巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。2001年6月18日にメジャーデビューを果たした。2004年には、 アテネオリンピックの野球カナダ代表に選出された。2005年までトロントブルージェイズ参加のトリプル a 級などでプレーしていた。2006年には同年から開催されたワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。2008年は北京五輪の野球カナダ代表に選出された。2009年3月には第2回 WBC に選出されている。 2011年にヒューストンアストロズの参加のマイナーリーグでコーチに就任した。2012年に退任した。9月11日に第3回 WBC 予選のカナダ代表が発表され打撃コーチを務めることとなった。2013年1月17日に第3回 WBC 本選のカナダ代表が発表され打撃コーチを務めることとなった。 2015年7月に2015年、パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表コーチを務めた。2017年より、カージナルス参加のトリプル A 級メンフィスレッドバーズの監督に就任し、この年はパシフィックコーストリーグの最優秀監督賞に輝いた。2019年シーズンからは、カージナルスの一類コーチに就任する。 スピードと小技を合わせ持ち、内外やどこでも守れるユーティリティープレイヤーだった。ありがとうございます。